2004年、和服姿で参議院に現れたのは、参議院議長に選任されました。誠に身に余る光栄でございます。参議院議長を務めた大木千景さんです。女優として、議員として、幅広く活躍した大木さん。今月9日、食道胃接合部がんのため、東京都内の病院で亡くなっていたことが分かりました。89歳でした。大木さんは宝塚歌劇団に入り女優デビュー。歌舞伎役者で2020年に亡くなった人間国宝の坂田藤十郎さんと結婚しました。1977年に参議院選挙で初当選した後、2001年には初代の国土交通大臣に就任。自らが筆を取った看板が掲げられ、こうなるならもっとお習字の稽古しとけばいい。2004年には女性として初めて参議院議長に就任しました。2007年に政界から引退しましたが、女性として初めて桐花台受賞を受賞しました。国会議員の女性の進出も多くなりましたし、特に21世紀女性の世紀だと言われてますので。自民党の茂木幹事長は、政治の世界で女性活躍の道を切り開いてこられた、心よりご冥福をお祈りしたい。本葬は今月27日に東京港区にある増上寺で執り行われる予定だということです。